海界大戦中の1944年から1945年にかけてアメリカ軍によって福岡県大牟田市へ行われた空襲である。九州北西部に位置し、島原湾に面する同地は、石炭、石炭製品、化学肥料、爆薬などを生産する重要な化学工業地帯や国内最大級の石炭鉱を有していたことから攻撃目標となった。 度重なる空襲により、市街地が消失するなど、約4万人の市民が被害を受け、工場機能も停止した。アメリカ陸軍、第20爆撃集団霊下の、第58爆撃団は11月21日、中国生徒の基地から出撃すると、有明海北西より、大無田上空に飛来 b 十九爆撃機七機が午前十時十四分から十二分にかけて、 市内東北部工業地帯を爆撃した。大牟田の空襲を記録する会によれば、本空襲は臨機目標への空襲であり、日本側は死者31人、負傷者7人、アメリカ側では1機が墜落する被害を出した。1966年刊行の大牟田市市中間によれば、空襲の日付は11月15日で死傷者33人、被災家屋33個、 被災者182人などの被害を出したと記されているが、この日付については、戦死総書をはじめとした資料と一致せず、後期と考えられている。1945年6月、アメリカ陸軍第21爆撃集団司令部は、例下の第58、第73、第313、第314、第315爆撃団に対し、 6月17日から6月18日にかけて、鹿児島市、大牟田市、浜松市、四日市市への攻撃命令を下した。大牟田への空襲には、第58爆撃団所属の B-29、爆撃機116機が参加することになり、テニアン島の基地を出撃すると、種ヶ島方面から日本本土へと侵入し、 鹿児島を攻撃した第314爆撃弾の航路を迂回するように、下島や島原半島を経由して、大無田へと飛来した。本空襲は、市街地を対象に1時0分から3時9分にかけて行われ、約700トンの焼夷弾を投下し、作戦終了後は、阿蘇山を抜けて、延岡市方面から日本本土を離脱し、テニアン基地へと帰還した。 大無田の空襲を記録する会によれば、日本側は、死者二百六十人、負傷者三百六十二人、被災個数二千六百二十個、被災者一万三千八百四十一人、大無田市によれば、被災個数二千五百五十一個、被災者一万二千七百人以上、死傷者三百六十人以上の被害を出した。一方、アメリカ軍側にとっては、攻撃目標とした、 市街地のうち4.1%を消失させるに止まり、再度空襲が行われることになった。1945年7月27日0時13分から1時31分にかけてアメリカ陸軍第21爆撃集団霊下の第314爆撃団により、大牟田市に対する空襲が実施された。本空襲には、 第三百十四爆撃団所属の b 二十九爆撃機百二十四機が参加し、約八百七十五トンという焼夷弾を投下した。この焼夷弾の投下量は六月十八日の空襲の一点二五倍に相当するものであり、二度の空襲により大無他の市街地はほぼ消失した。大無他の空襲を記録する会によれば、死者六百二人、負傷者千三十八人、 被災個数9331個、被災者46634人、オウムタシシによれば、被災個数8230個、被災者41088人、死傷者867人の被害を出した。一方、アメリカ軍の報告書によれば、本作戦中に、日本軍の25から30機の戦闘機による迎撃を受け、1機が撃墜されたと記している。 この機体は、山郡横山村に墜落し、11人の搭乗員の、うち2人が死亡、生存者のうち1人が山狩りを行っていた、警防団員によって撲殺され、残りの8人は、西部軍に収容された後同年8月に処刑された。8月7日の空襲1945年3月から6月に、かけての沖縄戦終結後に同等に移駐した第7、航空軍は、 8月7日に、大無田の工業地帯を対象とした空襲を実施した。本空襲には、第7航空軍令下の、第507戦闘機軍団及び、第11爆撃機軍団所属の B-24、リベレーター23機、P-47 サンダーボルト18機の合計41機が参加。島原半島方面より、大無田上空に飛来すると、 12時5分により爆撃を開始した。大牟田の空襲を記録する会によれば、死者240人、負傷者300人、被災個数245個、被災者1320人、大牟田市によれば、被災個数245個、被災者1320人、死傷者23人の被害を出した。なお、本空襲中に、日本軍の降射砲部隊が1機の B-24。 を撃墜したが、爆弾を搭載した機体が市内の藤田町周辺に墜落し、大きな人的被害をもたらした。8月8日の空襲8月8日19時30分から20時頃、市東北部に所属不明のアメリカ軍機が飛来し、八本町、吉高町、平原町の境界付近に一発の爆弾を投下した。大無他の空襲を記録する会によれば、死者27人。 または58人、被災個数23個、被災者120人、大牟田氏によれば、被災個数23個、被災者120人、死傷者8人の被害を出した。福岡寺、藤田天満神社、延命公園に供養碑がある。ありがとうございます。